1770年のエングレービングに描かれたチャーターハウス病院チャーターハウスの建物。チューダー朝用式ロンドンチャーターハウスは、イギリス、ロンドンにあるかつてのカルトジオ会の修道院。現在のチャーターハウス広場北にある。以前は、チャーターハウスのサットン病院という事前病院が登記されていた。16世紀の修道院解散令以後、建物は、 個人の邸宅、少年の学校、養老院として使われてきた。1965年以降イズリントン区に属す。最寄りの駅は、バービカン駅とファリンドン駅である。1371年、シティオブ、ロンドン北西部、スミスフィールドにて、マニー団爵オルターが、カルトジオ会修道院を設立した。この近くには、1348年のペスト流行の犠牲者が、 大勢埋葬されていた。25人の修道士たちが、それぞれの房と庭を持っていた。トマス・モアは、精神的回復のためにこの修道院を、訪問している。チャーターハウスとは、カルトジオ会の母体修道院、グランド・シャルトルーズを英語化した名前である。1537年、イングランド宗教改革による、修道院解散令により、チャーターハウスは解散させられた。 解散に抵抗したことから厳しい処分を修道院は受けた。院長ジョン・ホフトンはタイバーンで首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑に処された。10人の修道士たちは近くのニューゲート監獄へ連行された。このうち9人は監獄内で餓死させられ、残った1人は3年後にタワーヒルで処刑された。彼らは カトリック教会のカルトジオ会純教者として知られている。この後すぐ、ノース教、ノーフォーク校、サフォーク博などの邸宅として使われた。1611年、石炭で財を成した商人トーマス・サットンが、九州動員跡を買い上げ、少年たちのための学校を開いた。これが、現在のパブリックスクール、チャーターハウス校の前身である。同時に、 サットンの遺言により、恵まれない老人のための養老院と病院が開設された。1872年、チャーターハウス校はサリーへ移転し、その後も男性の曲がり人が暮らしてきた。第二次世界大戦中の空襲で、建物は損傷したが修復され、中世の要素一部と16世紀の織物が残っている。現在のチャーターハウスは40人の 男性年金受給者の住宅として主に機能している。建物の観光はガイド付きツアーのみが許可されている。ありがとうございます。